なんじゃこのアニメ、わしが出とらんかったんじゃが。いるわけないじゃないですか、序章ですよこれ。というかこのゲームまだ続いとったんじゃな。そういうのやめてくださいよ。あ、年越しそばどうします？わし狐そば。たぬきは真田丸で見飽きたしの。ノープが寺で死ななければ雪村さんも真田丸でブレイブチェインしなくて済んだかもしれないんですけどね。猿が悪いよ猿が。あのカメラ回ってますよ。いやー、神アニメじゃったわ。今年終わりで大ヒットしたわしの名はに勝るとも劣らん面白さじゃったの。 FGO は運営も神じゃし大人気なのは是非もないよね。いやいや、可愛く言ってもダメですからね。あ、汚いノープはリストラしていただいて構いませんけど、沖田さんは引き続きよろしくお願いしますとも。汚い、さすが身分汚い。そんなんだからグラグライベント飛ばされるんですよ。ああ、おお、それ言ったら戦なのじゃ。猿、鉄砲持て。え、小豆袋、両端が結んである。そういうのいいから。そんなわけでこの後も番組は続きますので楽しんでいってくださいね。え、飛ばし身吉野ここいないの。ま、ぜひもないよね。そんなわけで年の瀬にアニメとか見とる寂しいお前たちのために、かの第六天魔王こと、そう、わしが送る年忘れグダグダオーダー2016の始まりなのじゃ。いやいや、寂しいとかやめてくださいよ。あ、ここからはメインパーソナリティとして最強無敵の沖田さんがしっかり進めたいと思います。イエーイ、土方さん見てます。え、次の大河でサッチを絶対殺す？それ再来年ですよ。そんなことより、アニメで動くキュートなわしの姿にお茶の間は興奮の集まりじゃろうな。あ、コーナー視聴者からお電話来てるみたいですよ。お、もしもし、わしじゃけど。なんでわざわざグダをなんだよ。リオグダコ出せよ、うつけ。じゃと。暇そうなのがわしらしかおらんかった。あ、初見の皆さんにはわけのわからないやりとりばかりで申し訳ありません。どうも、ステイナイトのライダーです。さて、お次は皆さんお待ちかねのあのアニメのお知らせ。ついにやりましたね、さくら。はあ、さくらセーバー。昭和19年夏、帝都東京にて聖杯消失。悲運の一切り、革新の王、今宿命のライバルが激突する。しませんよ。え、あ、こちら嘘予告となっておりますので。次の特集はですね、渡瀬様、我が愛する日本のローマ市民たちよ。次はいよいよユーの出番だぞ。その顔はアルトリア先輩、アルトリア先輩じゃろ。その父どうしたんじゃ。パッド、クラスガイ、バカ者。見ていてくれておるか、世の愛する日本のローマ市民たちよ。まさにアニメでローマ、世は嬉しい。日本のローマ市民とか意味わからんのじゃが。陛下の機嫌を損ねないでくださいね。泣かれると困るので。やはり全セイバーの中で最もローマな世が人気ナンバーワンセイバーであることはローマ的にも明らか。あえて言おう、時代は青より赤。おかわりお願いします。よ、シュルー、食ってるだけじゃねえか。そもそも私、 FGO でも大量の私が登場してる人気キャラですし、水着でアーチャーとかも大人気でしたとも。なぜ水着がなかったのだ。よ、いや、それはちょっと。そんなわけでお送りしてきた年忘れグダグダオーダー2016、楽しんでもらえたかの。え、わし、わしは絶対に笑ってはいけないカルデア見てたからよくわからない。三段抜き。それはともかく、来年も FGO は続くみたいですし、私たちも頑張って盛り上げていきましょう。さて、終わったことじゃし寺で集まりして寝るかの。何を言ってるんです、エンディングですし走りますよ。え、何故。
エンディングで走るアニメは良作というある方からの助言がですね。またですか。なるほど、そういうことなら皆のものをわしに続け。沖田さんの仕口に勝てるとの個性いっさまたほとんど一人ではないか。いやいや、アニメ会社の人にかなり押し付けたみたいですよ。ダメじゃないですか。というか、こんなもの作る暇があるなら世の PV でも作っとる方がローマのためであろう。ここ日本だから仕方ないね。だからその声もういいですから。あ、おかわりお願いします。わがちゃんのドル箱がこれで